ちは。自宅料理ベニミヤマにいらっしゃいませ。突然ですけど皆さん風邪ひいてませんか？私はすっかり熱を出してしまってアップできずすいませんでした。これに懲りずにまたお出かけのお弁当やおすすめのお料理アップしていきますのでよろしくお願いします。ベニミヤマに料理のリクエストありです。お待ちしております。今回は外はカリカリ中はジューシー食べ応えのある油淋鶏です。きゅうり小さいサイコロに切っていきます。その前に大体ネギと同じ長さ、半分に切って、種を取り終えましたらもう一つ半分、それから揃えて、これで小さいサイコロにしていきます。同じぐらいの大きさになりましたら一番最後にきゅうりを乗せますので別に取っておきます。生姜はまず少し皮をむきます。少しこういうところがあったらと取ります。で薄めに切っておきます。そしたらまたこれを細く切っておきます。そしたら揃えて今度はこれをまた細かく切っていきます。ボウルに取っていきます。ネギもみじん切りにしていきます。少し斜めにして全部つかずに先だけつく感じで斜めに切っていきます。切れてないですね。そしたらゆっくり回してちょっと手前に回して、でまた同じように切っていきます。そしたら今度は横にして、生姜の中に入れていきます。玉ねぎです。ガーリーレットを半分に切ります。そしたらもう一個切ります。でこちら側も切ります。そしたら起こします。起こして少しずつ下まで切り離さないように切っていきます。こんな感じです。切り離さないです。そしたら今度は縦に切ります。チンゲン菜といっても菜の花みたいな感じですね。これを太い方と細い方に切り分けていきます。まずそのためにはこれを揃えていきます。ちょっと面倒なんですけど揃えるといっぺんに切れますから手早く
揃えると頭を揃えると後ろの方が出てきます。バラバラになりますから硬いところがありますからこれを切っちゃいます。これは炒めてもいいですし、そのまま入れていただいても結構です。それから今度はこれを半分にしていきます。半分にして太い方は太い方、細い方は細い方で茹で時間が違うのでこのように分けています。鶏、周りを触ってみてください。骨があることがあります。必ず触って骨があるかどうか、硬いものがないかどうか見てください。もし油が嫌いなようでしたらこういうふうに切っていただけたら、そしたらこの反対側を向けて終わりましたら今度はこれを半分にします。ちょうど真ん中でいいと思います。薄口醤油小さじ1杯くらい、軽く振りかけます。軽く揉んであげます。1個の半分よくまぶしていきます。違ってきます。ふんわり外はカリッと揚がっていきます。手でしっかり揉み込んでください。これで下準備は出来上がりです。後掛けのタレを作っていきます。まずはお砂糖大さじ1杯、そして濃い口醤油大さじ1杯、ワインビネガー、白ワインビネガーですね、これが大さじで2杯、ソース、これも大さじで2杯、オリーブオイル、エクストラバージンです、これが大さじ1杯、タレの完成です。お湯が沸きましたらチンゲン菜の花高いんでチンゲン菜にしました。太いところを見つけて一つお水に浸して触ってみて柔らかくなっていれば OK です。無理に時間にこだわらなくて結構です。太いのも細いのもありますからちょっとシャキシャキ感あった方がいいと思います。だいたい1分ぐらい経ったんでもう大丈夫だと思います。そして今度は太いところ入れます。太いところはちょっと時間がかかると思いますのでだいたい3分くらい、柔らくなってるようでしたら2分くらいでも結構です。結構こんな太いところもあるので3分くらいでいいと思います。時々こういう太いのを水の中に落として触ってみるといいと思います。もうそろそろ3分になりますので1つ取ってみます。水に入れて触ってみて、できれば食べた方がいいと思います。場所によっては少し硬いところもありますのでシャキシャキしてあんまり筋が当たらないようでしたらいいと思います。もう揚げます。よく水にさらしてください。ボウルの中にザルを、小さいザルと大きいザル入れておくといちいち分けなくても楽です。太いところ、上の部分、柔らかいところ、いっぺんに冷えますし楽です。ギュッと絞って水分を取ってください。で一緒に並べます。軽くかけていただければ結構です。小さじ1杯もあればいいと思います。そして
し丁寧にやるんでしたら、おひたしの字に浸してから使っても大丈夫です。おひたしの字に浸せばもっと美味しくなると思います。これから鶏もも唐揚げ揚げていくんですが、つける粉、まず片栗粉と小麦粉半々ずつ入れていただくと思った以上にカラッと揚がっています。ざっとで結構です。これで揚げていきます。170度ぐらいになりましたら揚げていきます。よくつけて、よくはたいて、こんな感じです。必ず皮が上、肉の方から揚げてください。一度高温で揚げてもう一度揚げますから、こんな感じです。よくはたいて、もう一つ揚げます。温度は嫌でも下がりますから少し強火にしてください。時々返して揚げていきます。だいぶ上がってきました。まだ触るとすごく柔らかいです。触ってふわふわして、ふにゃふにゃしてるのは中が生の証拠です。こういう色に茶色くなってきたら一度揚げます。こちらもなってきたので揚げます。でゴミを取ります。2分ぐらい経ちましたらまた入れます。やはり同じように この時跳ねることがありますから必ず蓋も持っててください。こんな形です。二度揚げしますのでどうしても水分が出ます。必ず蓋を持ってて、たくさん跳ねるようでしたら蓋、たくさん跳ねるようでしたら蓋、あとは回しながらいい色になるまで揚げてもらう。こんな感じです。触ってみてだいぶ硬くなってきたなっていう形で大丈夫です。ある程度の温度になったらガーっていってきましたら、もう中火から弱火に落としていただいて結構です。このぐらいの温度でガーっていう形で上がっていければ大丈夫です。あまり強くすると思いっきり跳ねてきますから、あとはくるくる回しながら均等に火を入れるようにしていただければ結構です。もうこの辺は皆さんの方がよくご存知ですよね。もうそろそろ上がります。
ほとんどもう上がってます。持ってみてスッと辛くなると思います。触ってみて弾力があるようでしたらもう大丈夫です。これで揚がりました。鶏が揚がりましたので切っていきます。盛り付けしていきます。まずチンゲン菜、チンゲン菜を放射状に広げていきます。そしてを持ってきます。まずご飯から、ゆかり、最後までご視聴誠にありがとうございました。またのご来店心よりお待ちしております。チャンネル登録していただけると励みになります。よろしくお願いいたします。